明日学校や会社で使えるモノマネを私岡本まりが皆さんに伝授していきます、はい、リスナーを代表して有吉さんが生徒です。はい、はい、では明日使える岡本まりのモノマネ講座なんですけれど、はい、多分あと2回ぐらいで終わっちゃうんですけどね、はい、レパートリーがレパートリーないですよね。そうですね、はい、今夜はギャル漫画家の浜田ブリトニーさん。あー、ギャル漫画家の知ってますよね。知ってますよ、浜田ブリト。はい、はい、じゃあ早速、もうこれはすっごい簡単なので、うん、まあ、早速真似からいきますね。まず聞かせてください。はい、ブリトニーさん、ギャルって。はい、どうですか。面白さはないんですよね。あ、そう、うん、どういうことですか。モノマネですよね。はい、もうモノマネですよ。モノマネですから、特に面白いとかいうことではないんですよね。似てるか似てないかですね、うん、そうですよ、面白さ今もう一回ちょっと聞かせて。はい、ブリトニーって、タルウェって。あ、簡単です、これは。はい。あ、じゃあ、できますか？じゃあ、早速。ポイントあります。まあ、とりあえず、声を潰す感じで簡単。毎回そうじゃない。誰でも声潰すって言わない、お前。そうなんです、私結構。前回、先週な、平泉聖さんだっけ。平泉聖さんも。平泉聖さんじゃないです。鳥居みゆきさんです。あ、有吉さんが勝手にそうしただけ。ブリトニッツ。はい、大丈夫ですか？ブリトニッツ。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあそれでは有吉さんお願いします。ブリトニッス飛びますっす。コタロニット、ブリトニッス飛びますっす。コタロニットコタロニットって。なんで、なんて言いましたか。コタロニだ。知らないんですか。コタロー、どうしたっす？コタロー、に知らないの？知ってますけど、浜田ブリトニーさんですから、毎回変えるのやめてください。変えてはいないんですよ。これも。変えてはないですよ。モノマネの途中で、あれ、こっちだなって言っちゃうの。寄り道しちゃう。悔しいのが、そっちの方が面白い。で、今度、坂上二郎さん教えてやるなって言ってる時に。教えてください、ぜひ。どうなんでしょうか、はい、それでは判定の方お願いします。ジャッジ。審査員はヒロマサキさん呼んでほしいですけどね。Too bad。 はい、あ、審査員がだってモノマネ分かってない人間なんだもん。お仕置きボックスが出てきましたね。ヒロマサキ先生以外無理だって。はい、罰ゲームの内容を引いてもらいましょう。生田悦子さんとかさ、あの辺のモノマネ界の大御所連れてこい。審査員の大御所連れてこいよ。はい、まあ、はい、引いてください、はい、あ、出てきましたね。スタッフの靴の匂いを嗅ぐ。いやだわ、もう俺こういうの嫌い。ラジオで地味な。ラジオで地味だし。あ、今脱ぎました。脱ぎました。わあ、破れてんじゃん。きった。うわあ。わあ。どうですか。今しっかり写真も撮ってるのはこれ後で番組ホームページに。うわあ、ダメだ。どうですか。ああ、すげえ。今涙目になってきてますね。うおー、久々だな、あの匂い。いや、でもこれラジオでやる。カビ。カビ。靴がカビってどういうこと？そういうことなんでしょうね、カビって。人間だな、あいつ。いや、これ多分、今の有吉さんの表情番組ホームページに載ると思うので。いや、ちょっと、だから、モノマネの判定はさ、はい、やっぱりちょっと、はい、ちょっと俺納得いってないね。そうですか？うん、まあ、確か面白いんですけれど、似てるか似てないか。似てるもん。だって、毎回似てんだもん。似てますか本当に。似てますよ。うん、前回のとかも全然似てなかったんですけどね。おかしいなぁ、ちょっとなぁ、もう、まあ、来週もやるんですか。はい、来週多分、最終回になるんです。あ、嬉しい、嬉しいです。はい。レパートリーが少ないので、最終回かもしれません。わかりました、来週から頑張ります。